はい、皆さんおはようございます。いやーね、世の中こうね、混沌としだした感があるよね。これね、来年はね、もっと混沌とするな。ちょっとね、予想めいたことでね、あれなんだけど、この、まあ、流行り風でね、傷んだ業種ってのがいっぱいあるわけだよね。まあ、特に飲食店。ね、これね、小さい飲食店はさ、ね、むしろ、その、助成金か。ね、で、なんとなくさ、こう生き延びられたけど、その同じ程度の金額しかさ、ね、大きいところは出なかったわけだよね。そうすると、まあ、いろんな意味で、ね、お客さんが、ね、来ないように仕向けられちゃってさ、で、ね、もう、飲食店で、こうね、食事してる段階で、なんとなくさ、犯罪的な、ってマスコミだってさ、飲んでますよ。こんな時間に飲んでます。まあ、バカかっちゅうね。お前らに関係ないだろって思うんだけど、要するになんかさ、罪悪感を植え付けるんだよね。例えばマスクだってそうでしょ？ね、マスクしてないとさ、罪悪感をめちゃめちゃ植え付けられたよね。で、結局マスク足りないって言ってさ、で、そのね、安倍さんが、安倍マスク、安倍のマスク、駅伝にあるけどさ、小学校のさ、なんだか知らないけど、ほら、給食の時にね、したの、もう思い出すようなマスクさ、配ってね。結局、それの予算がすげえ額でさ、まあ、びっくりするよね。でさ、まあ、そういう、時代もありましたよねっていう、まあ、今だったら、まあね、ちょっと、笑い話だけど、今、うちもマスクさ、俺バカなんだよね。あ、そうだ、マスク買わなきゃ、とか言って、マスク買うじゃん。で、また、道へ渡りてると、またさ、なんかマスク売ってるから、じゃあ、もう買っとくか、みたいな。で、今、そこに三つ山積みになって、奥の倉庫にいくつもあるから、しばらくマスクいらないんだけどさ、これも、どっかで入っちゃうんだよね、ような時代がさ、まあ、あるんだけど、これさ、今ね、世の中で、起きてること考えるとね、だんだんおかしいぞっていうことになってきてるわけですよ。ね。で、このだんだんおかしいっていうのはさ、打っても打ってもかかるでしょ。いや、この間、ちょうどね、まあ、本人がね、発表してるからあれだけどさ、黒岩知事とのね、ほら、まあ、3ヶ月1回、対談番組やってんのよ。で、対談番組やってて、で、とりあえずね、収録があったんで、行ったんですよ。そしたらさ、待ってと暮らすと来ないんだよ。で、もう、FM 岡場のスタジオがざわついてて、で、どうしたのよって言ったら、いや、わかんないですよ。ちょっと連絡取ってますって、連絡取ってみたら、ね、いや、実は、急にね、行けなくなりましたと。で、ちょっと、ね、微熱があって、で、皆さんにご迷惑かかるといけないんで、っていうんで、知事の方からの指示でね、とりあえず今日の収録は、ちょっと断念しますみたいなことに なったんでっていうから、だったら1時間か2時間前に連絡くれればさ、俺だって仕事忙しいのにさ、って言って、で、そのスタジオの人たちも、なんか、ね、その、熱出た段階で連絡ちょうだいよって話でね、まあでも、まあ急遽しょうがないな、つって、再度取ることになったんだけども、ね、で、結局、記事で見るとさ、5回打って、1週間も経たないうち、こう、ね、その、流行り風になっちゃった。で、さあ、これ、今、世の中でね、どんどん、薬害っていう問題、つまり、ね、お注射をして、ね、その、まして5回も、ね、打てって言ってて、で、今テレビでもね、打て打てってまだ言ってるよね。で、これさ、まあ、使用期限があるから、在庫処分しなきゃいけないのはわかるけれども、普通さ、まあ、僕が思うにね、薬害で、この亡くなった可能性っていうのは、確実にあるわけじゃん。だって、なってすぐ死んじゃったんだからさ、打ってすぐ死んじゃったんだから、明らかだと思うんだけど、それをさ、関連付けて考えられないみたいなこと言っちゃってるのよ。で、これさ、
まあ、遺族の人たちがね、相当怒って、YouTube とか、厚生省にね、乗り込んでって、どうなってんだ、みたいなことを言ってるのをね、多分今動画で上げてみたり、あとは、なんていうか記者会見みたいなのね、やってるじゃないですか。で、これってもっと掘り下げていくと、流れでいくとね、これ、このお注射の材料を売ったところにね、請求できない、まあ、損害賠償が請求できないんですよ。ってことになると、国に対して賠償請求を行うっていうことになっちゃうんだよね。で、そうすると、まあ、国と、また国民との戦いになっちゃうわけですよ。っていうのが、来年あたりからね、僕、具現化するんじゃないかなと思ってるわけ。っていうのは、やっぱりさ、あまりにもおかしい数死んでるでしょ。で、またさ、ね、まあ、ね、黒岩さんは、まあ、ね、この中では、いや、打ってなかったらもっとひどいことになってたって言うんだけど、俺はそうは思わないよね。だからさ、これね、来年からいろんな動きがあるなと思っていて、で、まずね、さっき言ったように、ね、この、この早い風のね、ためにね、そのガツンとこう売り上げが下がったところが、まあ借り、ね、お金を借りて、で、それの、ね、今度返済をするわけなんだけど、ね、今、これからさ、景気って急激に回復しないじゃん。で、まあ、旅行業は今ね、いろんなさ、手打ってね、旅割とかさ、まあ、いろいろやってくれてるから、旅行業の、まあ、ホテルとかは、比較的、ね、いい感じになってきてるけども、だけど、結局ね、ちょっと値段の高いホテルとかは人気があるけど、通常のビジネスホテルなんていうのは、あんまりその、ね、期待されてないから、あんまりそこでね、この急激には伸びないわけじゃん。ってなると、やっぱり外国人がこれからどんどんね、来るようになる。まあ来年からはちょっと緩和されるっていうから、まあ多分航空会社とか、ね、あとは、ホテル業ね、またそういう、そのさ、ビジネスホテルとかいうのは、売り上げある程度見込めるんだけど、もうすでに耐えられないとか閉めちゃってるでしょ？で、また飲食店も、こうね、大手の飲食店のチェーン店が、もう、どうだろうね。全体でいくと、6000店舗くらい閉めちゃうのかな？うん。で、いうね、話が、こう、浮上してるんですよ。そうすると、この人たちが、今度、まず、リストラされるわけだよね。で、さらに、店舗を閉められるってなると、この空き店舗、じゃあ誰が埋めるんですかって言った時に、今まではさ、景気いい時は、ね、例えば、大手のチェーン店が閉めるっていうと、そこにね、こう、まあ、名前はいいけどね。そこに、どんと、こう入ってくる。ヒントが出たけど。まあ、そういう、ね、すべてそのね、いわゆる、厨房機器からなんからさ、もうほぼただの同然で、ね、引き受けて、で、投資額を抑えて、で、やってるチェーンがあったの。うん、だからそういうとこがどんどん出たんだけど、まあ、来年あたりね、そういう閉店の店舗にどれだけのさ、出店数ができてくるのか、まあ、ここはちょっと疑問だなと思ってるわけ。で、今、この間ね、質問でありましたけどね、ちょっとした、高級店、ね、やってるんだけど、まあ、客足が遠のいちゃって、今度、じゃあ、駅近の方に、移動してやろうか、みたいなことを、まあ、ご質問で受けた方いるけれども、まあ、それをやったところでどうかと思うんですよ。だから、今ね、うちなんかも、ね、飲食店、2店舗やってますけど、ようやくね、回復してきた感じ。ようやくですよ。うん、だから、どうだろうね、8月くらいから少し回復しだして、で、9月に、また、
この空気読めないね。学者いるじゃん、いつも出てくるやつ。あいつさ、ほんと。自分はなんかさ、懐にね、金入れといてよくまた出てくるなと思うんだけどさ。ああいうやつがさ、国民を惑わすんだよな。で、また、結果的にね、この第何波葉っぱだかなんか言ってさ、騒ぎだけど、まあそれはさすがに止めたよね。ねもう、あんたたちが言ってることで、今は日本経済こんなになっちゃったわけでしょ。で、彼らは全然責任なんか取らないよね。当たり前だけどさ。ね、で、取れる能力もないだろうから、結果的に、ね、みんなでさ、焚きつけて、経済をおかしくして、で、これからじゃあ回復させようなんつって、また予算組んで、ね、お金使ってやるわけだよね。だけどね、このね、一度冷え込むとね、景気っていうのはね、そう簡単に戻らないですよ。で、今回の、まあ、さっき言った、まあ、飲食店もそうだし、あと、この、流行り方でね、受けたダメージっていうのは、ね、利益を圧縮するわけ。そうだよね。だって金借りて、ようやくこれから頑張りますって言ったけど、ね、これの借金の負担が増えるんですよ。で、借金の負担が増えてくるわけだから、ね、ある意味で、正常に戻っても、ひょっとすると、資金繰りでおかしくなるとこって出てくるわけじゃん。ね、で、今、うちなんかの首都圏のね、物件を7000物件くらい、まあ、サブリスも含めて8000物件くらいか、ね、管理してるけど、やっぱりね、滞納者がね、増えてますよ。で、もう一つは、一部ね、実家に帰るとか、ね、まあ、どうして実家に帰るのか、ね、細かくはね、分析してないけども、まあ、実家に帰るってことになると、やっぱりね、職業から外れてるってことだよね。で、そういうようなところが、これからどんどん出てくるわけ。で、またね、そうすると、日本全国の、この、まず、貧富の差、ね、が、激しくなる。ね、だから、逆に言うと、所得の低い人たちは、消費税で苦しめられちゃってるわけで、で、さらに、その上に、物価の高騰だよな、が、いわゆる、こう、押し上げてくるから、まあ、さっき言ったような、まあ、安いさ、なんか居酒屋チェーンとか、ね、そういうところの顧客っていうのは、そこに行くのも贅沢なわけだから。ね、で、その中で、行かなくなるわけだよね。ってなれば、当然顧客層が、ひんやりとしてるわけじゃん。ひんやり。なんかそんな感じだよね。だから、なかなかこう、再生することはないんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、じゃあ中流な店っていうのは、やっぱり、まあ、そこに通う人って結構安定してる所得のある人だから、まあまあ、ね、この入り風の時でも平気だったわけだよね。そんなに大きな影響を受けないけど、やっぱり下がってることは間違いないわけじゃん。ってことは、そこで、ね、少し、負担が強いられて、で、その次に、今度、ね、原料価格の、ね、物価の高騰だよな。で、それで合わせていく形になると、やっぱり、経営がね、中流から、少しこう上に行かないと難しい。で、下に行けば顧客いないっていうような時代になるわけじゃん。だから、仕事もね、これから、二極化すると思うんだけども、例えばさ、IT とかさ、AI とかね、進めば進むだけ人がいらなくなるわね。で、人がいなくなるんだけど、要するに、いらなくなる職業っていうのがあって、で、すでにそのいらなくなる職業の人たちは徐々にいらなくなっちゃうわけよ。一気にいらなくならないから。だから、そうするとそういう人たちの所得も下がってくるよねっていうことじゃん。だから、まあ、あまり言うとね、あれだけど、まあ、明確だよね。で、そういうような時代が、来年からね、起きてくるとすると、自分の立ち位置どうすりゃいいのってことですよ。で、まあ、うちはね、主要な、CF ネッツ、CF ビルマネジメント、南谷建築工房。で、これは今僕は会長になってますけど、資本をね、まあ、個人的な資本から、上場会社の資本を入れたわけ。で、これはね、別にお金困ってやってるんじゃなくて、戦略的なね、形で、
合意してね、売却したんだけど、まあそんなに僕もね、株でね、大儲けしたことはわけじゃないけれども、将来のことを考えると、やっぱりね、お客さんの目線で考えたときに、そのさ、不安定なさ、ね、まして64になってさ、で、多少ね、資産は持ってると言っても、やっぱりさ、不安定じゃん。だってわかんないじゃん。だって皆さん僕がね、こうやって言っててさ、本当に金持ってんのか、資産持ってんのか、持ってないのかもわかんないわけじゃん。で、ハッタリでさ、金持ってるようなこと、ね、その身振りのやついるけどさ、実際金持ってなかったりするわけだよな。うん。で、だから、わかんないんですよ。ね。で、わかんないやつを信じてさ、ね、お金預けてるわけだろ。で、特にさ、不動産ね、例えば買ってもらう。そうすると、その資産を管理する。で、管理するってなれば、例えば、ね、その資産をさ、預けてるのと一緒ですよ。だから銀行と一緒だよな。お金は銀行に預けてるけど、不動産も、ね、CF、ウェルマネジメントで預けてるわけじゃん。そしたら、その預けてるやつが、ね、蓋開けてみたら金なかったりさ、ね、したらどうすんの今いっぱいあるよ、そういう会社。使い込んじゃったやつ。この間も相談来たけどね。家賃入ってこないとかね。いや、平気であるわけだよ、今。だってお金使っちゃってるやついいんだもん。ね、だから、ね、そういう会社と付き合ってるとさ、ろくなことないでしょ。で、まあ、うちはそういうことはないんだけど、まあ、今回は、まあ、ね、その、上場会社、まあ、3000億の資産ある会社、が、バックについたから、全く心配いらないじゃん、皆さん。ね。だから、そういうような、まあ、経営環境を作ったことで、さらにね、飛躍するわけじゃん。だってそうだよね。だって、ぼちぼちね、やってるところに預けといても、今、銀行の見方もね、例えば、CF ビルマネジメントが管理するから貸してくれるっていうこともあるわけだよね。だけど、そうじゃなかったら貸さないんですよ。だから、例えば、管理会社のね、蓋開けてみたら、赤字だったらさ、ね、いや、この管理会社だったらお金貸せませんよってなっちゃうわけですよ。だから、これから先ね、そういう時代、だから不動産投資なんかもそうじゃん？ね、いろんな会社あるよね？なんか知らないけどさ、うん、まあいいわ、ね、まあ、あるけれども、ね、その人たちさ、ねえ、お金に困るとさ、売っちゃいけない物件売るじゃん。うん。ねえ。で、それを買っちゃった人はさ、不幸じゃん。で、それがさ、万が一、なんかトラブルになった時にね、その会社の資産で解決できないこともあるわけ。で、今回、ちょっとね、もう解決済みだからね、はっきり申し上げると、さ、ひでえ会社がいてね、建築確認条件、建築条件付きの土地をさ、うちのお客さんが買ったんですよ。で、建物も、要するに、ね、そこの建築会社で建てなきゃいけないっていう条件だから、契約したの。そうしたら工事がいつまで経っても進まないんですよ。で、会社がまだあるの。で、調べてみたら、その会社さ、いろんなとこにもう、金払えない状況。でも、かといってうちがね、その会社に破産かけて、やるのも面倒だから、保険会社がね、ついてたんで、まあ、保険でね、とりあえず申請したわけ。で、弁護士出て申請したら、本当はね、その会社がほら、倒産してればいいんだけど、実際払えないんだからもう無理でしょってことで、まあ、ようやくね、保険金出て、で、結果的にその土地をね、うちが、もう、今度建築費が高騰しちゃったじゃん。もう無理なのよ、その金額でできるのが。っていうんで、しょうがない、うちの会社買ったんですよ。うん、で、解決しました。で、それさ、普通の、ね、仲介の会社はさ、何の責任もないんだよ。うん、で、その、売った売り主だってさ、ね、これ法律的に言うと、ね、俺はちょっとね、ダメと思うんだよ。法律的に考えてね。審議即上、ね、だって、自分がさ、ね、建築条件付きで売ったところの会社がさ、ね、要するに、建築できなくなっちゃったんだから、ね、売り主って責任を負うと思うでしょ？実は、ね、法律と照らし合わせると関係ないんですよ。受け受け役はこことやってるから、こっちに及ばないみたいな。なんかふざけたことね、なんだけど、まあ、まあ、今回ね、うちの方で買い取って、で、まあ、結果的に、損も得もないような形で、処理できるようになったけども、まあ、ここでさ、やっぱり金持ってないと、
解決できないわけですよ。で今回は、まあ、解決ね、させてもらって、やりましたけども、その前にもやっぱさ、2、3件ね、ありますよ。で、事業やってるとリスクもあるわけ。で、そういう時に、やっぱちっちゃい会社はさ、怖いよ。まあ、僕を信じてね、創業当時からね、いろんなオーナーさんがついてきてくれたけども、それはさ、やっぱ僕は、5億円くらいの資産を持っていて、まあ、借金もね、残り3億くらい、なって2億円くらいの、まあ、純資産あるから、まあ、そこで銀行からね、資金調達すれば、まあ、2億円くらいは処理できるからね、資産持ってるっていうことでね、その信じてくれたんだと思うんだよね。またあともう一つ人間性もね、評価していただいたと思うんですよ。今のもそうだよね。うん、嘘言わないもん。うん、だから、そういう面でも、やっぱり、この22年間ね、この会社、やらさせてもらって、で、今回は、上場会社がね、一緒になってやることになりましたから、まあ、ある意味では、ね、うちの会社っていうのはさ、皆さんに対してすごい必要な会社だと思うんだよね。だけど、やっぱりさ、必要な会社の延長線上っていうのは、やっぱり絶対なんですよ。だから絶対ってなると、必要不可欠。ね。だってそうでしょ？こんだけのさ、物件買ってもらって、管理させてもらって、で、さらにさ、ね、その運営もさせていただいて、で、皆さんが不安になるようじゃ困るじゃん。だから例えば、ね、その、サラリーマンの方がね、物件買って、で、なんかさ、ね、退去した後にね、その、中がひどくて、で、それをさ、直すのにね、百数十万かかるって言った時にお金がありませんって言ったらさ、まあ、しょうがないね、うちの方で、それをさ、建て替えてさ、で、コツコツ分割で返してもらうっていうようなことをしてみたりね、してきたから今があるわけですよ。で、それ、なかったらさ、置かなくて、不動産なんか、と、ね、投資なんかできないでしょ？我々から見たらさ、ワンルームマンション、ね、まあ、今考えたら1200万とか安いですよ、なって言ってるけどさ、ね、実際に、ね、初めて買う人から見ればさ、おっかなびっくりやってるわけですよ。で、その時にバックボーンがちゃんとしないとダメなわけじゃん。っていうようなことで、まあ、今回もね、そういう、まあ、結論に至ったんだけど、これから先ね、まあ、今、訴訟案件昨日かな、データで来てましたけど、22件。明け渡し訴訟。うん。あるんですよ。ね。で、これはさ、オーナーの人もあんまり知らないんですよ。なんでかっていうと、うちの方で内部的に処理しちゃうから。うん。だけど、景気が悪いことは間違いないよ。うん。そうすると、まあ、一件あたり100万くらい飛ぶわけだよね。訴訟と建て替えの、家賃。で、これ別にオーナーさんに請求するわけじゃないですよ。うちは保証しちゃってるから。うん。っていうことだよね。っていうことが、もう、起きてるんだけど、みんな同じように見られちゃったら、まあ、なんかね、世の中の、なんとかね、評価っていうのはね、わからないもんだよね。で、まあ、実際に、ちょっと気の利いた、ね、ちょっと大きいお金をね、動かす人たちは、ちゃんとうちのね、会社の信用調査、帝国データバンクとかね、証拠リサーチとかに入れてさ、で、調査資料を見て、あ、この会社だったらいいなっていうふうに見てくれるわけじゃん。で、今回は上場企業だからもっと上がってるわけだよな。うん。っていうような形で、まあ、ここね、まあ僕がどこまでね、頑張れるかわからないけれども、要するに、人間年取るからさ、人に起因する経営っていうのはちょっと怖いなと思うんですよ。で、今回は資本に起因する経営になるし、まあ、人としても、まあ、いろんな人育ってきたからね。で、その育った人たちが、これが頑張るっていうね、形になって、で、彼らも、ね、個人の倉橋商店、みたいな、ね、こんだけの規模大きくなったのにさ、倉橋商店じゃしょうがないじゃんさ。うん、で、そういう面では、すごくね、社員の人、社員も、喜んでもらってるし、で、お客さんも、不安からの解消になっただろうし、将来的にね、もっと不動産投資を文化として広めようということでやってるわけですよ。うん、だからまあそういう意味ではね、これからトレンドが変わってくると思いますよ。うん。ということで、ちょっと時間がね、余計な話しちゃったら長くなったけど、ね、まあ来年再来年はね、ちょっとね、しばらく、景気はね、そんなに急激には戻らないと思ってるの。うん。で、あとは、いわゆる、失業者数も少し増えると思ってるわけ。
で、いうことになると、国民の平均所得下がってくるよね。だから、ある意味では、ね、この首都圏の不動産については、やっぱり、いい流れになるんじゃないかな、というふうに思っているわけです。ということで、ね、また、ちょっと今日はトンチンカンなね、とっちゃらかっちゃったね、話になりましたけども、まあ、そんな形で、ね、来年の予測を、今度1月の7日かに、新春特別公演ってやるんですよ。そこで、またね、僕が今調べてるデータなんかを公開しようと思ってますので、確か会員の人はあれかな、見れるんだろうけど、一般の人はその日のその時間でしか見れないんで、ですね、ぜひ、無料で、またお話をさせていただきますので、ぜひそちらの方をご覧いただければいいんじゃないかなと思います。それでは、とか、チャンネル登録ね、ぜひ、まもなく2万3000人ね、なりますので、最近ちょっとね、登録者数が減ってる。まあ、そういうのは、ね、配信の数が、そのアカウント勝手に変えられちゃったからさ。ね、1週間ね、ほぼ配信できなかったことでね、ちょっと落ち込んじゃってるんだけど、まあ、ね、またこうやって元気で頑張ってますので、ぜひチャンネル登録していただいて、ね、いいねを押していただいて、そしてコメントを入れていただければいいんじゃないかなと思います。それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか。今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。